どうも西田渡です。本日なんですけれども、ロート JPEG っていうねお話をしようかなと思っております。2023年度版のロート JPEG っていうお話でございますね。もうこのテーマに関しては結構普遍的なテーマでございまして、 なぜかと言いますと、要は一発撮りカメラが生成する写真っていうものがどっちかというと JPEG っていうことですよね。でローデータももちろんカメラが生成するわけですけれども、色作りまでにおいて、きっちりと生成してくる、もうザ写真ですよね。それがもうそのまんま JPEG っていうものは撮れば、それをインスタグラムですとか Twitter などにもうそのままポンと上げさえすれば世の中に発信ができるような形になっております。もう細かなことを言えばね、まあ8ビットでとか情報量がでとかってあるんですけれども、こういったねミラーレス一眼ですとかデジタルカメラを買った皆様はどちらかというとやっぱりローで撮るのがいいのかな、でもローってどうなんだろうとか、まずはローっていうものに対する知識がなかなかなかったり、ローっていうのはあくまでも現像ソフトでデータを処理していかなきゃいけない、ライトルームですとかキャプチャー1でローデータを JPEG にしたり TIFF にしたりするっていう、その間に自分で色を調整してアウトプットするっていうところになるわけですけども、もちろん、ある程度の知識経験が結構物を言うジャンルだったりしますよね。 JPEG であればね、もう見た瞬間からその絵自体が完成された写真データになってるわけですから、ついつい JPEG でね行きたいなっていうのは人情っていうのも分かります。でそこでローデータっていうものになりますと、何度も言うように、ローのみではねデータ自体を SNS などにアップロードすることは厳しいとっていうふうに考えると、まあとはいえやはりローっていうのは何かいいんだろうなっていうふうに、ローの良さみたいなところもなかなか、分かりにくいっていうところも一つね、ローと JPEG 論争的なところといいますか、使用する上でね、撮影する上でデータをやる上で悩ましいっていうところだと思うんですよね。結論から言うと今日はね JPEG でいいんじゃないかっていうお話でございます。2023年の現在 JPEG でももはや来るところまで来てますよねっていうお話が結論になっておりまして、ただしっていうところでの注釈付きでね JPEG でいいんじゃないかっていうお話をしていこうかなと思ってる次第でございます。まずローデータっていうところをおさらいしておきますと、やはり何度も言います通り現像ソフト、ライトルームやキャプチャー1を使って自分で好きなように色を調整してね、色温度も変えることができます。かなりねアンバー系に持っていったり、青みに持っていったりっていう、そういった形ですることも可能ですし、はたまた明るくしたりコントラストを強くしたりトーンカーブで必要な部分だけの部分を持ち上げたりとか、そういったことも多種多様にすることができる。で例えば非常に暗いデータがあったとしてもプラス3段とかね、プラス3段とかめちゃくちゃ明るくすることも可能、そしてハイライトを抑えれば絵としてなんとか成立することも可能だったりするっていうところでの振り幅が非常に情報量のね多さっていうところが魅力的なデータフォーマットになっている。その代わりデータのその汎用性とかっていうところは乏しいというところで、上級者っていうよりも純粋に工数がかかるっていう上では敬遠しがち、さらにはデータ量が大きいので、ハードディスク SSD など圧迫しがちっていうところがあると。ですがこうやって印刷部媒体とかを作っていくっていうふうになると、結局はですねこのマット紙そしてまあちょっと光沢紙とかっていう風になりますと、それによって例えば作品を作る上でもマット紙光沢紙になります。それによって微妙なねグラデーションの差を出していかなきゃいけないと、まさに専門的な細かなところなんですけども、そういった時にはやはりね JPEG だとほとんどもう圧縮されてますから色の調整幅が少ないわけですよね。ですがローになると、あやっぱりこっちにも持っていきたい、もうちょっとだけこっちにも持っていきたい、今まで青いイメージで着ていたものを黄色っぽいふんわりとした温かいイメージに持っていきたいとか、まあその自分自身がどういうふうなアウトプットをしたいかによって自由自在にね表現、撮影したプラスアルファはそのいろんな調理手法があるっていうね、例えばですが、あるとある野菜、まあお肉でもいいんですけども、鶏肉をですね中華風にでも、そしてイタリアンにでも、そして和風にでも変えられる、こういったものが比較的ねローデータの魅力っていうことになるのかなと。もう JPEG は今日は中華にするぞ、そして鶏肉を中華で使うぞっていうのがほぼ決まってて、それを強引に中華風イタリアンみたいに持っていこうとするとちょっと不可思議なことが起こり得るみたいな、こういう料理 に例えて合ってるかどうかは別としても、なんとなく漠然とした方向性としては JPEG とローの違いっていうところを理解していただけるかなっていうふうに思っております。ですが今日はね結論で申し上げました JPEG の有用性というところなんですけれども、これがね今やっております妻とやっておりますこちらなんですよ。こちらが妻の写真集のイビっていうところで、こちらは僕のゲイズ、こちらの僕の写真集ゲイズに関しましては基本的にはロー
ローデータですよね。ローデータで撮影をして、そしてキャプチャー1で細かくデータを追い込んでいって、そして作品のプリントに関してはフォトショップを使ってプリンターのプロファイルを当てて、きっちり当てて出力することによって、すごく繊細な自分自身がどういう形で写真を表現していくかっていうところをきっちりと追い込んでいくことが可能なので、僕はローで撮っております。ですが妻の場合はですね、こちらは妻は全てライカ Q2 の JPEG で撮影をして、それをですね、こちら iPhone のライカフォトスに1回 JPEG を読み込んで、もちろんラージ JPEG です。それを iPhone の写真のフォルダーでデータ加工をすると、データを追い込んでいく。もうフィルターとかありますよね、あのいろいろと、このビビットとか、それを当て込む形で作品を追い込んだり、この写真集の作品のデータ納品をしてみたということで、もうすでに今開催しております N 展、こちらのね、あの写真展でございます。アメリカ橋ギャラリーで展開している N 展ですけれども、こちらで実際の生のプリントをご覧いただいた皆様にとってみればわかるとは思うんですよね。あのローで作った、ローでプリント出力して作品展示しているゲイズ、僕の作品ですね、そして JPEG で撮影して出力して、展示している妻の作品群という時に、両方パッと見比べた時に、プリントですよ、大四つ切り、約36センチ ×29センチ、28センチぐらいのなかなか大きいサイズですよ。それを JPEG で、しかも iPhone でデータ加工して出力した写真作品がですね、僕と横並びになってます。こういった形で、あの展示会場では見た時に、むしろライカ Q2 で生成された JPEG の方がですね、なんていうのかな、立体感、明瞭感というか、ね、メリハリ、そして写実性っていうところにおいては、ある意味僕のローデータで追い込んだゲイズよりも、ある意味では、写実性が高かったりしているわけですよね。この辺の部分に関していよいよ僕もですね、あの例えばこれはとはいえ安いカメラの JPEG でもそれが同じ再現性ができるのかって言われたら、そこはハテナがつきます。例えばライカ Q2 のような形で4700万画素、そしてライカのズミルクスレンズっていうところがガッチャンコで一体化していて、 GR とかもそうですよね、レンズは交換できないですが、 APS-C でそれに即した準じたレンズがガッチャンコしていて、それで映像エンジンで絵を生成する、要は JPEG を生成すると、そういった時の JPEG はですね、ライカ Q2 や GR、 そのカメラが生成する JPEG 自体はもう本当にそういった時の強烈な解像性の絵作りになるんだなっていうところを、改めてこちらの妻の写真集にて感じた次第でございます。なのでこれからの写真の作品において、僕もですね、場合によっては今こちらライカの M11 とかありますけれども、こちらで生成される、例えばアポズミクロンをつけた M11、 それで JPEG 一発で勝負っていう、このカメラが作り出す JPEG っていうものの、まあ発色だけでなく解像性、写実性っていうところだけで、純粋にまるで昔のポジフィルムですよね、スライドフィルム、リバーサルフィルム、これで撮ったかのような感覚で、後でデータ加工を前提とする写真ではなく、もうこのまま撮ってそれで終了みたいなね、それぐらい逆に言うと集中してその被写体を見つめたりとか、そこに注力して撮ってもうそれで終わり、そこにインターネットに出すもよし、ですが印刷に載っける際はさすがにね、ちょっとシャープネスをあえて弱めたりとか、そういった作業だけをして、大幅にはもう色は JPEG だと変更できないわけですよね。先ほど言った色温度とかはもう変えるとおかしな、写真になってしまいますから、先ほど冒頭に申し上げた、中華料理で使うチキンの仕込みをしているにもかかわらず、いきなりそれをイタリアンに、調理し直そうとするとおかしなことになるっていう、そういったニュアンスです。色温度に関してはそれぐらいもう決め込まれてるわけですよね、色温度自体がね。でその中であとは多少はコントラストを強めたりとか、コントラストよりも実際の作品プリントや写真集を出していくっていう風になりますと、やはり明瞭度などが、ちょっと肝になってくる。シャープと明瞭度、要はエッジの部分をどこまで立ててくるか、立体感をどういう風にわざと立てるのか、もしくは立てないかとか、この辺が非常に重要になってくるかなと思いますので、依然性をローだろうが JPEG だろうが写真集を作る、そして、作品を作っていくっていう風になりますと、最低限の知識が必要になってくるんですが、今回 N 展でまだ引き続きね、今日、こちらが3月25日の配信なので、次の日、明日日曜日、月曜日まで、こちら N 展をやっておりますし、今後また
このゲイズそして日々を、見ていただくことによってローデータで作っているゲイズそして JPEG オンリーで作っているこちらの写真集日々っていうところでのこの差ですよね、落差、究極写真というものは今まで僕自身もね皆様にこの僕のメインチャンネルなどを通じてローで撮りなさい、そしてローでデータを加工すること、色の振り幅など、そして、写真の階調性の振り幅などを知ることは重要ですっていう、これは普遍的なテーマとして非常に重要ではあります。自分自身の写真を見る目、色を見る目とかを鍛える上ではやはり潤沢なリッチなデータの状態で見ていくことは非常に重要ですが、作品を撮るっていう風になってきた時には自身が何を撮りたい、何を見つめたいみたいなところが明確な際にはもうもはや JPEG だろうがローだろうが関係ない時代になってきてるぐらい、カメラが生成するボディとレンズ、優秀なボディ優秀なレンズがくっついている一体型になっているライカ Q2 や GR3 などのね、ああいったあの一体型のカメラにおいてはそういったカメラが生成する JPEG に関してはね非常に優秀だなっていうのを感じた次第です。実を言うとこちらゲイズボリューム6もなんですけども、こちらも、まだねキャノンさんから先にお借りしていた R6 Mark II のねあのカメラ、がキャプチャー1でねロー現像に対応していなかったせいもあって、これも実を言うと、R6 Mark II と RF135mmF1.8 のね、レンズをつけた JPEG 一発撮りなんですよ。もちろん色の補正は多少してます、ちょっと強調したりねしてますが、非常に美しい階調性で出てきていることを見ると、この R6 Mark II でこのゲイズボリューム6を作ったあたりから僕自身も今まで去年一昨年まで言っていたローが絶対だっていうことに関しての、発言とか、皆様にね啓蒙していた部分に関してはだんだんとなんですけれども、作品とか表現が明確であれば JPEG でもそろそろいいのではないかっていうふうにだんだんと自分のマインドも変わってきているっていうお話なんですよね。ですが何度も何度も言います通り、ローデータ自身が持つ潤沢な色情報を自分でいろいろと変更させることによって写真表現、自分の写真表現の引き出しを増やしていくっていう意味では絶対ですね、基本的にはローで撮らなきゃやはり厳しい部分はあります。そしてやはり写真集などを制作する上において、やはりこの紙質に応じたデータの追い込み方っていうものもあったりしますから、自分でやらずとも印刷所に入れた時の印刷所のオペレーターさんが自分はこういうふうに表現したいんだ CMYK 印刷においてっていう時に指示を出しました、そしてその指示をもと作業してもらう時のデータの階調が豊かであればあるほどその指示通りのデータの追い込みができますのでね、そういった意味でもやはりローで撮る、もしくはローで撮って TIFF に変えていくとか、こういった潤沢な、情報が入っているデータを作ることは基本的にはできるようになっておかないと厳しいかなというふうには思ったりしております。参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田あたるでした。